厚生労働省の有識者会議は全国の新型コロナウイルスの感染状況についてお盆を挟んでも減少傾向が続いていると分析しました10日午後厚労省では新型コロナウイルス対策について話し合う有識者会議が開かれました会議では全国の感染状況について8月の1週目をピークに減少が続いていて お盆を挟んでもその傾向が維持されていると分析しましたまた、一人の感染者が何人にうつすかを示す実効再生算数は先月二十二日の時点で東京、大阪、愛知、福岡、沖縄でそれぞれ一を下回ったということです接待を伴う飲食店などハイリスクな場での積極的な感染防止対策や 市民の行動変容ななどが主な要因と分析しています。会議に出席した国立国際医療研究センターの大曲委員は入院時に重症だった患者が死亡する割合が6月5日以前は19.4%だったのに対しそれ以降は10.1%に低下したことを明らかにしました。 若い世代の感染者の増加や検査体制の拡充治療法の確立などを死亡率低下の要因に挙げています。